2018年3月の9日2時31分です。よろしくお願いします。たった今、最愛の彼女と別れたので、これからミーティングを行いますが、ちょっと喪失感が半端ないので缶コーヒーを買ってきます。ちょっと缶コーヒーを買ってくるまで待ってください。よろしくお願いします。そっか、ちょっと缶コーヒーだけ買ってきていい？缶コーヒーだけ。缶コーヒーだけ買ってきていいっすか？俺が悪かったのかな？胃が痛い。ちょっと元気ないよ。缶コーヒー買ってくるわ。ちょっと長丁場4時間枠になるし。で、ちょっと今回事件の内容が重すぎるんで、とつまちやろうと思います。ご意見のある人。僕がコーヒー買って帰ってきたら、とつかけてきてください。どうしても言いたいことがある人は。どうしても言いたいことがある人は、とつでお願いします。ちょっとコメント読める状況じゃないわ。マジか。ちょっとコーヒー買ってくるわ。胃が痛い。ちょっと。誰か状況を説明してあげて、状況を知ってる人。ただいま。
弁当やめて。やっぱ彼女がいたらダメじゃない？配信者が。配信者が彼女いたらダメじゃない？どうなの？だってその別れた方がいいってねえみんなも言ってたでしょ。違うの。別に間違ってないよね。いや、俺は間違ってなかったと思うよ。いや、だからもう配信に集中するわ。配信に集中するためにしょうがないことだったんだよ。いや、公式 LINE の作り方分かんなかったから、とりあえず普通の LINE しかねえわ。いや、無理でしょ。無理でしょ。頻繁に出てくれて、彼女は出たくなかったんだから、配信には。電話で嫌がらせとか一切ないね。まあ、強いて言うのは LINE つむつむとかがめんどくさいぐらいで、LINE つむつむは来たらブロックしてるね。配信者にそもそも彼女がいたらダメなんだって。のんちゃんはとってもいい子だったけど、やっぱ配信を優先するんだったら彼女作らないのが礼儀なんだって。礼儀。そうそうそう、配信を優先するんだったら彼女いらないっていうことでしょ。いや、礼儀でしょ。だって彼女はねえ、ずっと不安なんだから、浮気するんじゃないかって。
いや、これからやっていくよ。頑張っていくよ。これから頑張るよ。いや、ね、恋愛はもうダメでしょ。だって配信者に恋愛要素いる？配信者に恋愛要素いらなくない？やっぱ孤独を背負っていかないといけないと思うんだよね、配信者は。だから、その日暮らしのよりメッティ、頑張ります。その日暮らしのよりメッティっていうのはやめてくんない その日暮らしのよりメッティはないわ。風船ありがとう。いや、のんちゃんはティロルって言ってたから。いや、のりこには本当にあれだよ、感謝してるよ。でも、配信者としてやっていくためにはさ、しょうがないんだよ。だってね、いやいや、もう今回ガチだよ。だってもう鍵返されたもん。もうだから彼女はここに来ることないよ。もう鍵がないからこの家に来ないって言ってたもん。放送も見ないって言ってたもん。いや、香川さんの放送見てないよ。だってもうずっと後ろにいるんだもん。俺の放送はついてるもん、トイレ行くときとか。いや、いいじゃん。もう次、次、次で行こう。終わったことはぐずぐずすんのやめよ。終わったこと。いつも隣にいたよ。いや、台本とかないよ。部屋のレイアウト変えようか。部屋のレイアウト変えよう。じゃあ、この話で終わりにしよう。台本とかないよ。ペコどうすんだって俺が買うよ、ペコ。ただ、ペコはのんちゃんに懐いてたから、ペコめちゃめちゃ寂しがるよ。何後ろめくれって。あ、いないよ。いや、俺が育てるよ、ペコは。そうだね、自分の人生のために集中しようね。そうだね、35号、そうだね。いや、配信っつうか、俺がセフレに戻ろうっつったの。そしたらブチ切れて出てった。もう終わったことだからいいじゃん。配信者に彼女は作ったらダメなんだって。ダメなの。じゃあ、それには深い理由があるんだよ、セフレに戻ろうって。じゃあ、それには深い理由があるの。だから、その、言葉だけ聞いたらひどく聞こえるかもしれないけど、その、配信に対する思いとか、
配信に対する本気さを伝えたかったの、俺は配信だよって、配信のこと大事だよっていう意味でそういう言葉を選んだんだけど、いや、セックスレスだったよ。セックスレスだったよ。いや、だからそれはほら、配信者だからそういう、もういいよ、もう終わったんだから。ああ、もういいじゃん。いや、一人だったら旅配信やりたかったけど、いや、でももうアイテム上がんなくなるでしょ、多分1年半ぐらいかな、のんちゃんとは、のんちゃんは実家があるよ、旅は。でもね、 Wi-Fi 契約できないから、どっちにしろ旅はできないんだよね。 Wi-Fi 契約できないから旅できないんだよ。いや、もう終わったんだからいいじゃん。いや、かわいそうだけど、終わったんだよ。Wi-Fi 契約できない、ブラックだから。いや、トツは俺からかけないよ、トツ待ちだから。いや、車で帰ったよ、テロップ変えるよ、うるせえな。え、こんなに簡単に終わるもんなの？こんなもんなの？なんかだんだん腹立ってきたわ。連絡先は消す必要ないでしょ、別に。連絡先なんで消さないといけないの？いいよ、もう電話しないよ。俺から連絡取らないよ。恋愛禁止。どう？恋愛禁止でどう？ルール、もうだから配信に恋愛要素なんかいらないんだよ、わかる？恋愛禁止。いや、恋愛禁止どうよ、もう配信に恋愛要素いらないでしょ。いや、分かってなかったのよ。分かってなかった、俺が。もう恋愛禁止。恋愛禁止します。はい。いや、だから恋愛要素を配信に持ち込んだのが良くなかったんだよ。恋愛禁止だ。恋愛禁止。
いやいや、もうループになるからやめよう。いや、だから配信を、配信者が幸せになったらいけないんだよ。配信者に幸せの要素とかいらないから。そもそも彼女がいたらダメなんだよ。職業柄。職業柄彼女がいたらダメなんだよ。しょうがないじゃん。よりは戻さないよ。よりは戻さないよ。なんだよ。俺今すげえ大事なもん失ってんだよ。なんで叩くの？ちょっと寄り添ってよ。俺今すげえ質。なんだろう、心にぽっかり穴が開いたのに。ねえ、叩かないでよ。いや、もう彼女は作らない。恋愛禁止。風船ありがとう。いや、もう恋愛しない、俺。もう恋愛やめる。風船ありがとう。いやー、やっぱ配信者ダメだわ。やっぱね、まともに働いてるやつが一番最強。配信者は幸せになれない。いや、今ね、もう何も考えらんねえわ。今何も考えらんねえわ。つらい。普通に働いた方がいいよ。いや、別れたかったって言って、いや、じゃあ俺はついてきてくれると思ってた。俺はどんなことをやってもついてきてくれると思ってた、のりこは。こんなに簡単に出ていくもんだと思わなかった。
もっとハートフルな感じだと思ってた。あっさり出ていった。あっさり。のんちゃんはもう俺の枠二度と見ないって。おはよう。そうだね。いや、戻ってきてって言ったらもう彼女が不幸になるからいいの。これ以上傷を深くしない方がいい。だって俺と付き合って幸せになれるわけないもん。俺はだって配信優先してやってくんだから、これから。俺は配信のために生きていくんだよ。貫くよ。貫くよ。いや、もう今日放送できないでしょ、これ。こんなリスナー楽しくないでしょ、こんな。もうやめよう、もう。もうやめよう。ちょっと心の休養を取るわ、俺。もうダメだ。ダメだ、ダメだ。かっこ悪い姿ね、見たくないもんね。いや、もう何喋っていいか分かんないもん。何喋っていいか分かんないよ、マジで。のんちゃんとは1年半付き合ってたよ。こんなことになると思わないじゃん。
今まで一番長く付き合ったの2年ぐらいじゃん。通常枠にする？ちょっと叩かれるのメンタル的にきついから通常枠に逃げていいっすか？せめて通常枠にしていい。ちょっともうメンタル持たないわ。メンタル。狐枠きついんだもん、もう。いや、だから通常枠にしていい？通常枠。ちょっと逃げるわ。通常枠にします。ごめん、お疲れ。